日本国憲法は、二度と戦争を起こさないよ、起こさないという決意のもと、国と国との争いごとを絶対に戦争にしない、外交努力で解決することを求めています。日本が戦後77年間戦争の当事者にならなかったのは憲法9条のおかげだと考えます。憲法9条を持つ国として軍拡ではなく平和を構築する外交努力こそ行うべきだと述べ討論いたしました。これこそ前進させるべき平和の道ではありませんか。憲法9条を持つ日本こそ決意しています。今行うべきは空前の大軍拡に突き進むことでも憲法を変えることでもなく、憲法9条を生かし対話と協力の地域を作るために知恵と力を尽くすことだと強調し、こういったね、非常に厄介な状況というのが日本の前でこうどんどん進展している中で、私たちはね、憲法のね、破棄なり改正というものを含めてですね、この国をね、もっと自分自身で守る、守りきるという、守りきるという基本的な法的な体制というのを作る必要があるんじゃないかと思う。私はね、これをね、総理はじめね、国会議員、国民の皆さんにね、思い直してもらいたい。憲法改正すべきかどうかって議論についてなんですけど、憲法と法律をごっちゃになってる人多いと思うんですけど、憲法は国家を規制するための法律で、で、政府が作った法律が一般国民を縛るものなんで、国家を縛るために憲法大事なんですけど、憲法自民党が変えたいように変えようって思われちゃってる部分があって、それじゃ紐付けられないじゃんってところがあると思ってるんですね。憲法変えない限り目の前にある問題を解決できないってことなら、それは変えるべきだよねっていうのと、憲法変えなくとも法律の範囲内でなんとかなってる、だから変える必要はない、権力を縛るための最高法を安易に変えるべきじゃないよねって意見があると思うんですね。国民を権力から守っている憲法を安易に変えるべきじゃないっていうのは基本以来の考えですと。で、今憲法を変えないと安全保障以上問題となるって言われてるのが憲法9条だと思うんですね。今の9条は敵国に襲われても抵抗するな、防衛のための武力行使はしないでおとなしく殺されなさいっていう法律になってて、それを変えないとダメだよねって話になってます。要は今の9条があると敵に襲われた時に自分の身を守れないから憲法改正が必要なんじゃないかってことですと。もう一つは憲法改正は民族として誇りの問題だと思うんですね。70年以上も前にアメリカによって作られた憲法を守る日本政府には違和感があるんですよね。戦勝国が敗戦国を統治するために強引に作った即戦の基本法が敗戦国が独立したと数十年にわたって存続しているという事例は日本だけじゃないですかね。もし勝者が作って一方的に押し付けた憲法というものを認めない、だからこれは改正するって意思が日本の総理大臣にあるんだったら、これを阻む法律的見解ってあるんですかね。現行憲法は、昭和21年に日本がまだ占領時代に、ある中において、マッカーサー試案が、作られ、そしてマッカーサー試案が、毎日新聞によってこれスクープをされるわけでありますが、このスクープを見た、マッカーサーが怒り狂い、もうこれは日本に、任せておくわけにはいかないということで、ホイットニーに、命じて、そしてホイットニーが2月の4日に、民政局の次長であるケイディスに命じて、2月4日だったんですが、2月の12日までに作れと言って、ほぼ8日間、1週間ちょっとで、作り上げた、それが現憲法の、原案で、あったわけで、ございますが、それが現在の現行憲法の元であると、このように認識をしております。なんでその憲法、日本の最高指導者がこれを廃棄すると仮に言われたときに、これを法的に阻害する根拠というのは実際がないんですよね。それに加えて最近国際情勢が不安定となっている中で、憲法の改正というものを含めてこの国をもっと自分自身で守るっていう法的体制というのを作る必要があると思うんですね。トインビの歴史の研究という本の中に有名な文句があるんですけど、いかなる大国も衰亡し滅亡もする、でも国が衰退する要因がいくつもあって、これは自覚できる、ただ一番厄介な大国の衰亡あるいは滅亡につながる要因は何かというと、自分で自分のことを決められなかった国は速やかに滅びると言って国の防衛を予言に任せたローマ帝国の滅亡を挙げてるんですね。かつての名総理だった吉田茂総理、この側近での白洲二郎さんが言ってたんですけど、吉田先生は立派だった、しかし一つ大きな間違いをした、
それはサンフランシスコ条約が締結された時に、なんである憲法を廃棄しなかったのか、こう言っていました。村松剛という文学者がいるんですけど、彼がトロントのカナダの大学に交換教授に行って帰ってくる途中にニューヨークに寄って、ニューヨークタイムズも日本とドイツが降伏したその日の社説を読んだんですけど、こう書かれてたんですね。対照的で面白かったのは、日本より数ヶ月前に降伏したドイツについては、この国は民族は非常に優秀だけれども、ナチスによって道を間違った我々は、彼らが速やかに立派な国を作るため、あらゆる手立てを講じ協力しようと書いてたんですね。日本の場合にはちょっと違ってて、ものすごい大きなナマズの化け物みたいな怪物がひっくり返っていて、アングリ開いた口の中にヘルメットをかぶったアメリカ兵が何人か入って、やっと牙を抜いているんですね。で、その論説にこの化け物は倒れはした。この醜く危険な化け物は倒れはしたがまだ生きている。我々は世界のために、アメリカ自身のために徹底してこの化け物を解体しなくちゃいけないってことで、憲法が上がったんですね。この二つの論説の違いの根底にあるのって、近世を支配してきた白人のエゴイズムであったり、人種差別による偏見が隠れてるんじゃないですかね。ダト・インビーって人は、日本の近代化というのは、世界の歴史の中の奇跡って言ってて日本人は喜んだんですけど、これは、トインビーの日本の近世というものに対する不認識だったわけですと、江戸という成熟した期間があったからこそ、日本の近代化は唯一有色人種でできて、江戸の時代には何が起こったかといったら、微分積分が江戸の人によって発明されたんですね。それから50年遅れて、ドイツはライプニッツが微分積分を考え、さらにニュートンがそれより30年遅れて微分積分を考えたわけですと、経済で言うと、中小経済、先物買いとかデリバティブとか為替なんというものを考えたのはイギリス人って思われるんですけど、江戸の商人が中小経済を始めたんですよ。とにかく日本の近世の成熟というものをトインビーって人も知らず、外国人も知らずに、有色人種の日本人が列強に対比できる近代国家を作ったとは、白人からすれば忌まましくて許せないことだったんですね。そういう認識に立って、ニューヨークタイムズの論説というのは日本とドイツの幸福を比較しているわけですと。そういう流れの中で日本の憲法ができたんですね。この憲法が足かせとなって、自分の国を自分たちで守れない国になって、中国やロシアから日本を具体的に守るかって説明できないのに、日本を守るために平和が大事、だから非武装で話し合いで日本守ろうぜって理想を言ってる人たちがいるようになっちゃってると思います。もしよかったら、登録しちゃってください。